しよう。よろしくお願いします。気持ちいい長谷川和之さんと、ね、よく知り合いますが、なんかそうだしですね、なんか記事でありました、ね、何十年、はい、7年前、はい、私がここに来て、はい、交流しました。よろしくお願いします。お電話で会いに行ったら、ね、すごくちょっとシャンタネが分かる。はい、それとき先生の、あ、また連絡やってますか。今、名古屋で今日は濃いです。どうも楽しい方です。どうも、先生どうも。ありがとうございました。気持ちいいから、ありがとうございました。じゃあまた。ありがとうございます。どうぞ。はい。ありがとうございます。果たしてこれが似合うかどうかですね。似合いますよ。似合うか。気合いでいいですか。そうだね。あ、似合いますね。黒はいいんですか。特別。ありがとうございます。あれさ、名誉なんだ。こう似合うの。
じゃあ基本の頃太極拳の動作ですね。はい、このこう出すところが一番多分意識する。で軽くこう手でね、皆さん前じゃなくてこうしているんですね。柔軟なんですね。ものすごく発想が柔軟で、どうしてもやっぱ日本の場合直線で型にはまってるような感じですけど、ものすごく柔軟な発想と自由な動きですよね。脇を締めながら腰に行きますね。血をつくんですよ。それで人を開きますよ、ね、一発で僕ら指を曲げる必ずこう固めに当たるんですよ。腰を強く腰を座って止めてこれ止めに行く。こうやりながら腰も一緒に入れると入るんですよ。以前これから肩の分解でもありますよ。例えばこう必ず回復してる場合は手を親指を曲げるんですよね。で相撲取りも回収ありますよね。開いてる、はい、何が違うかというとこれ相撲ですね。空手正面から見るとほとんど一緒ですよ、横から見ると違うんですな。これフラットですな。出てますよね、はい、でどういうことかというとこれ中段ついてきますよ。受けて相撲取りがつくんですよな。力ありますから、まあ、2,3 メートル吹っ飛ぶと、はい、力のあるです。空手はどうかというとこうついてくると、ね、僕らは指を曲げて打つことで必ずこう固めに当たるんですよ、ね、また潰せる。実戦の場合においてですね、片目を潰せば大体3割以上は勝つ可能性あると、うん、要するにこの動き片目つぶってみてください。片目つぶってください、距離が分からないです。ご飯食べる時のと分からないでしょ。片目だと
焦点まっすぐですから今あの前が取れないですよ、はい、だからこの両目開いて焦点かぶさってここにいると分かるわけです、まあ、そういうのを実際そういうでも目を研究して潰すみたいな発想というのはないですよね。もともと肩の中の技、うん、そうですから、はい、中段も力で受ける受けるこれが技ですね。スナップこの骨で強いところで最初から硬いところで受けると同じ力でも相当痛いと思う。それ本当に痛いの？本当に痛いです。痛いです。受けが攻撃みたいな感じ。本当もそれ黒帯のギリだ。嘘でしょ。でもそんなポイントで入ると思います。痛い痛い。同じ力だけど。うわー痛い。ポイントであったのかも。痛い痛い。ポイントであったのかも。痛い痛い。おおおお。そうですね。必ず五十流は親指を必ず曲げて、うん、例えば相撲とかでも、まあ、小手でもこう張り手でもこう当てると思うんですけど、なぜ曲げるかというと、まさかそうですね、これで目を潰す。うわあ、それが前提になった。はい、それが前提。ちょっと潰してみてもらえますか。例えば目を潰すと、うわここか。例えば一つ片目が見えなくなってしまうと、距離感がこのフォーカスがこう共通した時に相手がどこにいるっていうのが、分かんない。目を必ず潰しに必ず親指を曲げるっていう。内側じゃなくて相手向けてるんですね。本当だ。こっちじゃなくてこっちですね。向こう側も本当だ。内側向いちゃう。これはこういうふうにやっぱ鍛えるんですか。向こう側向くように焦点の時に。どうしても基本的にはここをちょっと内側に入るような感じするんですけど、ある程度鍛えるんですよ、ね。先生もこれがこっちまで曲がるんですね。そうこれ曲がらないと普通リアルに行くわけないです、うん。こういう手にはならないですよね。ここではなくて、どっちも内入るじゃないですか。そうこれが向こう側向いてるんですよ。グイッて広がった先生。ここがね、こういう関節動かないのにすごいな。すごいグイッて広がった。入んない。グイッて広がった。それはまたですね。はい。だからそのまま入る。ここに曲げると、で手首を曲げると、ここが自然に力が入るじゃないですか。はい。張るじゃないですか。これが自然の力でやるんですけど、パンチンでも遠くから見てこう回っていくと、あ。首が出た。猫じゃないですか。これまっすぐ。例えば引き手も。おじさんたち猫でなる。まっすぐ引くっていう。これが姿勢です。ここで受けても筋肉太いところだし上に上がると思うんですよ。上がるけどここだともう一つでも上がる。ええ？ここだと上がる。上がります。上がるけど上がんない。本当は嘘みたいな。嘘だ。いきなり。これで動けなくする。おお痛いのそれ。本当兄さん誰かカメラ大したことない。Thank you.
受けた
はいはい、それを反対捉えた時これを応用するとこれ。さらがけどこれを捕まえておるわけ、はい、こうやって外人なんか強いかも俺ない、はいはい、こうやりながら腰も一緒にやると入るんだよ。道がある空から一緒にこれ何なんだろう、そっちの方が大きいですね。どこまで続いてるのかな、あれどこまで行けるのかな、どうなるんだろうな、それ皆さん昔の先達はここで何を得たのかな、何を得てどうなったのかなっていうのが楽しみですね。この学生中達也、日本空手協会総本部師範。中は今回のグレートジャーニーで2人の男に出会う。1人目は山城義朝。巻いてないんですけど、おこれで離れる。おっとっとピタッて形が出てる。これだけこのまま抜きながら、おすごい、もう崩れないんで全然、来てても来てないと思っちゃう。もう一人は宮平保つ。沖縄で空手を修行した後、20歳で中国へ渡り、さまざまな禁じ手を含む伝統的な中国武術を身につけた。危ないですね。危ない、はい、早い、早いですね。いやもう全て危ないじゃないですか。あの前も危ないですし、これでしょう、それで正解。はい、これでいくとちょっと困りますよね。これができてるのは、こっちが入ってまいりますね。見えにくいですね。通常格闘技では相手が攻撃してきた部分を受けることで防御することがほとんどである。つまり点と点との接触である。しかし中国武術の特徴は相手に触れることで攻撃部分ではなく相手のバランスそのものを崩すことで
結果として広範囲の防御を行うという工夫がなされている。つまり点に対して線や面で対処するという発想である。これも一瞬のことで分かりにくいが、相手の肘や肩を制することで相手の突きを防いでいる。頬、これも相手の攻撃を点と点の単発で終わらせずに、まず頬を用いて交差し、触れたら離れず内側に回り込んでいくことで制している。その入り方もスローで見ると、宮平浪士の動きは一瞬相手の突きに対して回り込む側とは逆の方向に動いて相手の突きを誘っていることがわかる。熟練すれば相手のわずかな動きで何を仕掛けてくるかが分かるようになります。武術の歩法とは、一気に有利な位置を取るとともに攻撃の威力を得るために一致した体の動きが必要となります。鎮座術は逆関節ばかりではありません。筋肉、ツボを攻める技法、瞬間的に関節を外してしまう技など、その方法は多岐にわたります。ルールのない伝統武術では基本的に急所といわれる弱い部位を狙います。そして一旦相手と接触すれば、それは相手を倒すまで技は途切れることはありません。